こんにちは、高山千恵です。本日お伝えしたいのは、あなたがもしも病気にかかっている、もしくは家族が病気にかかっているとしたら、こんなちょっと違った視点での考え方によって、もしかしたらいい方向に進むかもしれないっていうことをちょっとお伝えいたします。今日はオーディブルのですね、オーディブルの講演会、小林正寛先生のこちら、付き合い方、事故や病気との付き合い方っていうことで、小林正寛先生の、3時間講座を付き合い方シリーズっていうことで、こちら、今回紹介させていただきます。こちらね、3時間だから確か3000円か4000円ぐらいの、講座になっております。で、この、ね、内容何言ってるかっていうと、その事故とか病気にかかった場合、その病気は実は自分の大切な方を守るために自分が病気にかかったっていうような考え方をすると、小林正寛先生はそういうふうに考え方を変えたら元気になった、病気は完治はしてないけれども元気になったっていうことをお話しされていました。どういうことかっていうと、小林正寛先生、糖尿病も持ってるし、透析もされてるんですね。で、肺にね、すごく水が溜まってしまって、で、もう本当に危険で、心臓もですね、水が溜まってしまって肥大してしまって、本当に大変な状態だったんですね。で、一歩間違えたら、もうその状態、その数値的に見ると生きてることがありえない奇跡っていうふうに言われてたんですね。でも生きている、しかも講演会もできる、で、体力もみるみる、その数字は変わらないけれども、体力はみるみる上がってきてるんですよ。これ3時間講座なんですけれども、この3時間講座の中で、次は5時間講座しようかな、それくらい自分の体力が戻ってきている、数値は変わらないけれども実感として戻ってきているっておっしゃってるんです。で、その一つの事例として、小林正寛先生は奥様もいらっしゃったんですね。で、奥様もう同じタイミングで、その小林正寛先生も入院するってなってしまって、持病が悪化してしまって、で、奥様もですね、悪性腫瘍見つかってしまうんですね。で、入院するってなって、その時に小林正寛先生思ったんです。自分の病気を奥さんが肩代わりしてくださってる。で、もう一つお話ししてたのが、その小林正寛先生の長女さんですかね、長女さんがですね、ダウン症なのか、ちょっと今使わないような言葉でお話しされてたんですけれども、こう知能指数がですね、20歳を過ぎたけれども、小学生とか4歳とか3歳とかそれくらいのレベルっていうふうにおっしゃっておりました。で、その子がおそらく、その小林正寛先生の家族はね、すごく温かくてすごく仲良しなんですね。で、その不になるの、不健康になるとか、不幸があるとか、辛いことがある、リスクがあるっていうのを、長女さんがもう全て受け止めて、で、出産した、生まれたんじゃないか、そういうふうに小林正寛先生は感じて、そのようにお話をされておりました。なので、皆様ね、いろんな現象あると思うし、なんでこうなってしまったんだろうってあるかもしれないです。ただ、もし自分がね、もう不調な時って本当にそんなこと考えられる余裕ないと思うんですけれども、不調になった時は、あなたの大切な方が元気でいるために、ちょっとずつ自分がその辛いっていうものを受け止めているんだ。自分の体がそれを受け止めているんだ。そういうふうに考えることで、その自分の病気であったり事故に対しても考え方が少しずつ変わってきて、数字は変わらないけれども、自分の気力とか体力、やる気っていうのが出てくるっていうことをお話しされていました。何か皆様の考えの一助になるととっても嬉しいです。本日お伝えしたかったのは、あなたがこう事故であったり、また不健康、病気で悩んでおられたとしたら、あなた自身でなくてもご家族だとしたら、それはもしかしたらあなたのこう辛いとか不幸とか悲しいっていうのを背負ってくださっているっていうふうに考えていただけると、心がかなり楽になるのかなっていうことで発信させていただきました。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。